おはようございます。来てる車見て、あ、おるって着いたばっかり。うん、いや、だいぶもう30分ぐらい車でおった。あ、そうなんですか。寒いから風どうかな思って、思ったほど吹いてないね、うん、ただこれ渡った後帰ってこられんなっていう。今日あの潮あんまり上下せえへんから。あー寒い寒い、多分来るやろなぁ思っとって。昨日雨やったからね、うん、今日はやるつもりできたけど寒いなぁ。あんまり風ごつかったら対岸行こう思っとって。あー対岸ってあっち、うん、あっちからでも釣れます。釣れます。浅いですけどね、なんか上がってるみたい、ドッグランとかがたまに立ってる。へぇ寒いなほんまに。向かい風やからベイトこっち寄ってくるかな思って。ああ、いや違います、これは M MH はしんどい。立ち上やったら MH 釣っても思んない、ね、うん、ML でブリ来られたらちょっとかなわんなと思って。少ないね、やっぱりこんだけ風吹く日は。さあ、うーとてもヒーター付き買ってきた。お寒すぎるから。それで投げれます？多分、あれ電源切れてるやん。あれ、あーくそ、電源切れてる。電源、あ、こっちはいけるやん。なんでこっち切れてる。充電が一番使いたかった左手が使われへんや。いやショック、なんで切れてん。電源入ったままなってたんかな。だいぶ明るくなってきた。一番使いたい左手が使われへんや。シャッター投げようかな、とりあえず。この間セットアッパー投げてる人が連れとってね、うん、今日見たら全部土手っ腹に刺さってて、ヒロヒロさん来て僕帰ったんですけど、ほんな周り釣れんのに自分釣れへん言うて、周りに聞いてみたら言うたら、みんなしゃくり上げて引っ掛けてたっつって食わへんけど引っ掛けてたって言って、食ってこえへんから引っ掛けるみたいな。あーくそ、なんで右手やねん、左手が欲しかったのに。こっちにしよう、左手使わへんじゃないですか。で、さを持ってるだけなんで、逆で。右手はこれで。めっちゃぬくいですよ、これ。やっぱり。全然違う、天と地の差。ボロボロじゃん。はい。ああ、寒い。こっち全然寒くない。はい、500円で売ってますわ、500円で。しゃめたで、うわー、いきなりタモヒットやったことは、ほら、うわー、いきなりタモヒットや。でん、タモヒット、うん、よし、おはようございます。1月12日の水曜日、6時21分着いたら、くずくずさんの車あるやんと思ったら、やっぱりおった。今日は4度の風速8、西北西8やって、めっちゃ寒いで、爆風もう前から吹いてる。今日は流し潮やったかな。さあダラダラの潮やから、まあここ多分つからへんと思う。でほら、コルトスナイパー BB S106M、 コータで 106M。 ここ後ろにテトラないから、長いロッドで飛距離稼がんとあかんから買い替えた。で、タチウオだけやったら ML でいいんやけど、楽しそっちのは楽しいんやけど、ブリ来た時にウェイちゃんちょっとしんどいなぁ思って、 M さえここの攻略やで。
道具もそれなりに買えんとね。あれ？しっかり照らして。道場やめた。なんか釣れへんかったから。あれはね、いつものナスキー買い。ナスキー買い。まだラインローラーのオイルグリス足すの忘れてる。さあ、ドキドキタイムスタート。さっき言うとこ、あいつも忘れる。ドキドキタイムスタート。さあ釣れるかな。左クスクスさん、右自分やで。ガランガランやん。右に一人、左にクスクスさんしかおらへん。超ガラガラやで。爆風やから。うおー、飛ばされる。やべ、飛ぶ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 、めっちゃ吹いてる今。これでも8か。飛ぶで。後ろに飛ばされそうや。いいよこれ、ヒーター付き。ヒーター付きの手袋、めっちゃぬくいわ。片っぽなぜか電池切れてる。当たった？おお。当たったって、当たったって。呼吸？呼吸なんかシルバーちゃう。当たったって。6時37分。かなり手前。よっしゃ。セットアッパー対ワーメン。チャタ。クスクスさんはセットアッパー。自分はチャタ。ワーメン。どっちが釣れるかな。感じや。6時48分。爆風で飛ばない一人が集まってきたから、ジグに変更。60g、巨体フックがいくのかね、足で一つき。いつ鳥が突っ込んでもいいように。飛んだ飛んだ、電流飛んだで。110ブルピン行こうか。セットアッパー。うわー、あー自分釣った。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。よし、なんじゃ。7時25分、風だいぶマシになったな。6になってるな、北西6。さあ、それが俺なら、ちょっと立ち魚を真剣に狙おう。お、こんな時間や。6時42分えらい時間や。鳥が全然来へんから、この城あかんっぽいから、はい、もう一回チャターでワームで立ち魚狙うで。風ちょっとマシになってる。なった。今日はさっぱりやったな。鳥は飛んだけど突っ込んではなかった。タチウオもクズさんの一回当たっただけ、周りにも上がってない。渋いね。昨日は結構鳥突っ込んでて、この城おったみたいだけど、今日はおらんわ。残念。ここで使うタックルはタチウオドラゴンなら ML やけど、 ML で竿をぶん曲げた方が楽しいけど、やっぱりドラゴンも釣るんやったらジグウェイト60まで飛ばせる M がいいね。でここは後ろに手たのないから、長い方が飛距離稼げるし、魚根ずれ防止にもなるし、長い方がいい。 S1064 まで。おっ、おで、ナスキー 5000XG 十分、これ十分ね。ステラいらない。ここはそんなゴリ巻きせんでもテトラじゃないし大丈夫よ。これ十分。 B2 号、リーダー7号で、タチウオ狙うのはやっぱりこれやね。チャター付きにパワーシャット
これミッドナイトぐらいだかな、鳥からして、ね、40g のジグとか、これがきっかけを、この素人療法 60g 巻きジェット、このアシストフックの長さと細さと飛距離でこれ選んだ。安かったし、トレブルはこのごっついの、これで引っ掛ける、引っ掛ける、クル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 さん釣ったらしいで、これで、十分釣れるって。あと VJ、 本ちゃん VJ 28g もね、これなかなかヒットさせられへんな。145この城頑張ってこれでヒットさせな。でクリップはこれやで、ジャクソンボールベアリングクロスロックスイベル、安かったからこれにした。3号かシャープ3って書いてあるな。ブリが釣れたら絶対いるで。ランド X600 これ便利と、アミは何やったかな、まあそれはネットで後で調べよう。フリックジョイントおすすめね、いいよこれ片手でできるからね、すんげえ。あー、またやってもだー、ヒットー、もうまたやってもだー、うわ、あー、またやってもだー、何回釣るんや、しゃ、あー、釣るな、ワンタッチ、クラブにね、こんなもんかな、あー、どこだよな、これは絶対いる、スパイク、こんなとこなってるよ、ずれて、スパイク、これいるで。あと防寒やね、寒いから。ほんま、靴下履いて、靴下の回路と手の回路は絶対いるね。こんなもんかな。これぐらいあったら、ここで釣りできるな。寒い！もう8時や。カムカム始まる8時。ガソリン上がるらしいで。クズクズさん言うてんで、入れといた方がいいって、10円ぐらい上がるって。で、走ってたら144円っていうとこ見つけましたよ。ノーブランド。ノーブランドですか。すんげえ安いんですよ、一軒だけ。作る量は一定やから。はい。その、売れへんかったら余るでしょ。でも、はい、ずっと作ってるから、溜めきれへんから、ああ。売っていくんです。なるほど、そういうことか。それをこうってノーブラウンとこが安くするんです。へえ。ってことはタンクローリーで持ってくるでしょ、原油を、あ、ガソリンを、ガソリン、あのタンクローリー同じところから買うてるってことですか。そうです。へえ。余らんかったら買われへんってこと。そうです。余らんかったら逆に同じような値段でいくから、ああ、そんなに安くできる。なるほどね。え、ね、何寝てる、寝てる寝てるんやんな。そう、寝れるかなとこで寝そべったらそよ風で、びっくりするわ。寝てるよな、起きてるじゃな。寝てはる。ああ大丈夫ですか。倒れてるんかよ。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方はいいねボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしています。バイバイ、また明日。